こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は岐阜市の中心駅岐阜駅周辺を散策する動画でやってきます。よろしくお願いします。こちら JR 岐阜駅構内の様子、少し離れたところに名鉄岐阜駅がありますので、その付近も歩いていきます。岐阜はね、結構栄えてて素晴らしかったです。また岐阜市を簡単に分かってもらう動画でお送りするので、ぜひ最後までよろしくお願いします。はい、駅を出ますとこちら、おお、なんだこれってね、思われた方もいらっしゃるかと思いますが、岐阜の和傘をイメージされた屋根かと思われます。岐阜はね、美しい伝統工芸品で結構有名なんですよ。で、奥にはペデストリアンデッキがつながってます。後にこちらを歩いていきます。で、カメラを回していくと中規模のビル群が建ってます。まあまあまあ。で、左側が結構すごいんですよ。まずは大きな広場があり、なんかね、金の銅像が建ってますね。で、さらに左奥はタワーマンション、その下にはペデストリアンデッキが駅から伸びてる様子がわかります。ちなみに左側の茶色の建物、あちらは岐阜シティタワー43、テナントもあればね、43階には展望室とレストランがあるみたいです。どうです、岐阜結構すごいですよね。駅の入り口にはひょうたんかな、飾られてます。岐阜はこちらも有名だと思うんですけど、詳しく知ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。おお、こちらもデッキからの階段にひょうたんが飾られてます。なんかいい感じですね。ちなみにデッキの下にある広場はこんな感じ。こちらに先ほど映した素晴らしい銅像が立ってます。はい、金の織田信長公の像です。いや、これは目立ちますね。しかもね、しっかりとマスクをされてます。いろいろな像を見てきましたが、駅を出て一目でわかるくらいの像は岐阜が多分初めてかもしれません。さりげなく岐阜の和傘テイストのベンチがあります。なんかいい感じですね。はい、では一旦ペデストリアンデッキに戻って、岐阜駅から繁華街の様子を見ていこうと思います。岐阜初めて来ましたけど、普通に駅前都会でした。もうそれもそう、人口約40万近くの都市、プラス名古屋までもね、30分近くで行けてしまうので、ベッドタウンの役割もある都市です。で、話を戻して右手奥方向までデッキが続いてます。こちらを歩いていきます。駅からこんな感じで歩いてきましたが、岐阜駅の全体像を見ると、なんか新幹線の駅みたいな感じがしました。共感できる方いますか？で、JR 岐阜駅からカメラを左に回すと、ごめんなさい、目回らないでね、赤い電車が止まってますが、名鉄の車両です。そう、 JR 以外にも名鉄岐阜駅があります。後に簡単に紹介しようと思います。こちら岐阜の繁華街エリアの様子、こちらの通りをまっすぐ歩いていきます。どうでしょう、なかなか栄えてますよね。で、この通りをもう少しだけ歩くと、右手側には名鉄岐阜駅があります。かなり立派な駅舎ですよね。で、ホームの様子はこんな感じ。電光掲示板見たら本数がかなり充実してました。岐阜はやっぱ都会ですね。で、通りに戻り、少し過ぎたあたりから駅舎を映してますが、お隣には駅と直結してるのかな。こんな感じでロフトがあったり、向かい側には、おお、雑居雑居したビル、他居酒屋さん、テナントがたくさん入ってます。で、通りの様子はこんな感じ。結構栄えてますよね。岐阜の繁華街はもっと奥にあるので、そちらも歩いていきますので、ぜひお楽しみに。先ほどの名鉄の話に戻りますが、岐阜は JR 名鉄とともに名古屋に行けるので、これは超便利だと思います。どっちの方をよく岐阜の方は利用されてるんでしょうか？お、なんかね、中部国際空港も岐阜から行けるみたいです。調べたらね、特急で1時間ちょいみたいです。そう考えるとね、交通の便はかなり良い街かと思います。では引き続き通りをまっすぐ歩いていきます。この辺りは金融機関のビル、オフィスビルが多く建ってる、そのような印象を受けました。通りの左側の様子はカメラを回してこんな感じ。こちらは中規模のビル群で並んでます。で、先ほどの通りをさらにまっすぐ歩き、こちら左側にカメラを向けます。お、建設中かな、タワーマンションが建ってます。で、その手前あたりが岐阜の繁華街柳瀬商店街がありますので、そちらの様子を映していきます。こちらですね。こちらの商店街はなかなか味わい深いエリアでした。少しレトロな様子を感じますが、
今風のおしゃれなお店があったり、他にもたくさんのお店があって比較的元気な商店街でした。こちら柳瀬商店街は明治からの歴史があるみたいで、あの有名な美川憲一さんが歌う柳瀬ブルースという曲もあるみたいです。昔はもっと活気があって名古屋からね、多くの人が訪れた場所との情報です。岐阜を訪れたらぜひ立ち寄ってみたら良いエリアかと思います。で、こちらは何だろう、映画館かな。で、こちらの向かい側には高島屋があります。商店街の中だと建物の様子が分かりにくいので、商店街を抜けてからの高島屋の建物はこんな感じ。結構老舗感が出ててなかなかね、いい感じですね。で、奥にあるさっきのタワーマンション、多分こちらのことかと思いますが、柳瀬グラッスル35、完成予定図がこんな感じみたいです。きっとね、これからこの地区もさらに活気が出てくる、そんな予感がします。ちなみに高島屋沿いの大きな通りを横断したこの辺りはザ・歓楽街です。現在平日の昼間なので人通りは少ないですが、夜になると賑わってネオンとかもね、きっと綺麗なのかなと思います。では一旦先ほどの商店街に戻り、商店街の中のこちらの通りを抜けて駅から歩いてきた大きな通りへ戻ろうと思います。なんかこちらの通りすごい独特で、テーマパークにいるような錯覚になりました。それでは駅から通りに戻り、バスに乗って岐阜の有名な場所へ向かおうと思います。はい、バスを降りて岐阜城近くまでやってきました。繁華街からだと10分ちょいくらいだったかな。おお、だいぶ落ち着いたエリアです。右手にはこじゃれたコーヒー屋さんもあります。あちら金華山ですが、その上には岐阜城があります。皆さん見えましたか？カメラをアップすると画面の左側にちょこんとお城が見えてますよね。あちらまで行こうと思います。ロープウェイで行きますが、乗り場がこちら正面の岐阜公園内にあります。で、話変わって岐阜といえば飛騨牛が大変有名ですが、今回はね、食べれなかったので看板を写してね、まあこれで OK ってことで許してください。岐阜公園内の様子はこんな感じ。現在信長公の鼓動が聞こえる歴史公園として再整備を進めているとの情報。そう、岐阜といえば織田信長。ではそのお城にこれから向かいます。ちなみに若き日の織田信長の像です。かっこいいですね。ではロープウェイ乗り場に向かいます。金華山は標高329メートルの山です。登山道が整備されており、どのコースも山頂まで30分から約1時間ぐらいで到着できるみたいです。なんかね、幅広い年代の方が楽しめるとホームページに書いてありました。僕はちなみにね、あのロープウェイ派なんですよ。いやね、平面を歩くのは好きなんですけども、登山はね結構苦手なんですよね。登山系の動画はね、今後も出す予定は特にありませんので、そこはあしからず。はい、ロープウェイ山頂駅から降りて岐阜城への順路を歩いていきます。こちら岐阜城、貫禄がありますね。それでは岐阜城の展望台から街の様子を見たいと思います。はい、言うまでもなく素晴らしい景色です。岐阜城は斎藤道三の居城から、その後織田信長がこの城を攻略、城主となります。織田信長もね、きっと同じ景色を見てたんでしょうね。こちらは名古屋方面、地平線あたりは名古屋のビル群がうっすらと見えます。濃尾平野のこのね、一望が何とも味わい深いです。ロープウェイからの帰りの映像、奥に見える川が有名な長良川、こちらの付近の様子と近くの風情のある町の様子を見ていきたいと思います。はい、岐阜公園から歩いてすぐに長良川があります。どうでしょう、非常に美しいですよね。長良川は大日ヶ岳から伊勢湾に注ぐ川です。で、この川の名物は何と言っても長良川鵜飼。かがり火で脅かせた鮎を鵜がくちばしで捕まえるみたいです。岐阜ってほんと風情ありますよね。しかも街がコンパクトでかなり行動しやすいです。また忘れてはいけない、長良川のほとりにはこちら河原町、日本家屋が軒を連ねる古い町並みがあります。立派な温泉宿もあったら、お茶屋さんとかもあったりします。
この辺りは江戸時代より美濃和紙の陸揚げが多く問屋町で栄えたとのこと。美濃和紙は岐阜提灯、岐阜和傘、岐阜うちわに必要なもので、岐阜の工芸品と深く関わる、そのような場所です。ではここで岐阜駅に戻ります。岐阜公園前からバスに乗ります。雪釣りがね、また味があります。ちょっと兼六園を思い出します。奥の建物は岐阜市歴史博物館、建物も非常に味わい深いです。で、岐阜駅に戻ってきました。一気に都会になりましたね。いや、岐阜初めて来ましたけど、ほんと奥が深いですね。他、岐阜市だけではなくて、下呂温泉、で、お隣が飛騨高山、で、お隣が白川郷。こちらも時期が来たら動画にしようと思います。あと、岐阜の名家、登り鮎、可愛らしいですね。それと、名古屋近辺の駅売店には、こんなおにぎりもありました。これね、マジでおすすめです。以上、岐阜駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。ご視聴大変お疲れ様でした。